マテンロウの頂上で、ランチマテンロウの頂上でランチは、ビルのクロスビームに腰掛け、地上を256メートルで足をぶらつかせながら、昼食をとる11人の建設作業員を捉えた、白黒写真で、ニューヨーク市のロックフェラーセンターにあった、RCA ビルの建設中に撮影された。勇壮な風景と、牧歌的な日常とが同居した、この写真は、 アメリカ史の一時代を切り取ったと称され高い人気を誇る一方で2000年代に入っても撮影者やモデルなどに謎の多い作品である。マンハッタンの上空で安全ハーネスを身につけずに昼食を楽しむ作業員の姿は人々が安全に問題があろうともただ食を得ただけで喜んでいた大恐慌という時代をよく捉えている。写真家のジェシー・ニューマンは 最も有名な写真の一つでありながら、謎の方が多い、この作品に触れて、次のように語っている。しかし撮影から80周年の今日、何も知らぬ私たちに浮かぶ疑問を胸にしまい、この写真が今こうしてあることに、感謝するのはなんだ難しいことではない。ニューヨーク市が自らを語った、工業化と移民、復興と野心、辛い仕事と、 大いなる希望があったことを教えてくれる物語の定点がここにあるジェシー・ニューマンリビジティングエーランチアットペラーラスハイツ、ベンズブログザニューヨークタイムズキングボクシーやアインシュタインなどの有名な写真を数多く収録しているコービス社のカタログの中でもこの作品は特に人気が高くそしてよく売れるというマテンロウの頂上でランチは1932年9月20日に 完成を間近に控えた、r c a ビルの69階で撮影され、10月2日、ニューヨーカヘラルドトリビューンに掲載された。オリジナルのネガは、アイロンマウンテン社の管理する施設に保管されているが、その後左上隅が欠けて紛失しており、看板そのものも1996年に落下の衝撃で5枚に割れてしまっている。 2000年頃に作業員たちを特定するため写真の権利を保有するコービス社は新聞広告を出したり私立探偵に依頼するなど精力的な調査を行ったが全員の名前を突き止めるには至らなかった。しかしこれまでに家族を名乗る人間が何人も現れておりその主張に従えば彼らの大半はアイルランド系の移民である。 トロント国際映画祭に出品されたドキュメンタリー映画ランチを取る男たちも彼らがアイルランド出身であるという証拠を提示した作品である。しかし4人に1人が職を失っていた当時のニューヨークにさえアイルランド人たちが職を求めてやってきたというのは事実であっても実際にモデルが彼らだと証明することは極めて難しい。70年近くもの間この写真は 撮影者不明とされていたが、2003年からコービス社は、チャールズ C ・エベッツの家族の主張を認め、エベッツの名をクレジットするようになった。しかしこの撮影現場には他にもカメラマンがいたことが明らかになって以降、同社はこれを確かな情報とはしていない。つまり、コービス社のアーキビストによれば、一見自然な昼食休憩を撮影したかに見える。この写真は、 営業努力の賜物だった。記者体こそ本物の作業員だが新しい摩天楼を宣伝したいロックフェラーセンターが舞台を演出したのであり、実際のところこの日はエベッツだけでなく何人ものカメラマンが用意されていた。例えば作業員たちが同じ場所でうた,た寝をしている写真も存在するが、それもこの日に撮影されたものである。ありがとうございます。